自分で一番やっぱり楽しまないとダメだこの試合。小泉手前に入れてきました。チャンスだ。うわー、惜しい惜しい惜しい。さあシュートを狙った。折り返した。来たかなと来た。この位置に関して私にとって最高の位置にしました。ありがとうございました。何番にしようかな。普段絶対着ないようなバース番号ちょっと差し合わせ20とか、ね、10でいいや。どうしよう。8でいい。8。俺がこのチームのエース。え、一緒だね。チーム一緒だね。めちゃくちゃ嬉しいんだけど。年代別の代表とかで一緒にやってきて、まあ主に一緒に飲んでいたメンバー。若い時にですね。まあそうだね。今はもう大人になったんで。10番来てよ。いやですよ。頼む頼む頼む。絶対やろ絶対やろ。え、何番にしよう。7番開けてくれたって全然来てよかったのに。そしたら10番いけたんだけど。10番いけたんだ。ありがとうございます。お願いします。お願いします。今日に合わせて毎日動いてたんで、ラモス監督の下で勝てるように頑張ります。多分ないと思うんですけど、 YouTube のドラフト会議で結構早めに撮ってもらってたんで、なんか喧嘩してたんですけど、僕のせいで。大丈夫ですかね。大丈夫。まあ、期待に応えられるように頑張ります。まあ、フォワードもミッドフィルダーもできるんで、正直あんま分かんなくて、まあでも TikTok 結構見るんで、そこでよく知ってる人たちが出て、すごい楽しみにはしてます。那須さんはもう現役時代に対戦したこともありますし、YouTube ですごく活躍されていらっしゃるので、本当に呼んでいただいてありがとうございます。削ります。キャプテンですけどいいですか。大丈夫です。まあ、怪我しない程度に。はい、関係者できてるっていう。大丈夫です。後輩なんで。はい、普段は、結構おとなしいタイプの選手なんで、でも試合になったら結構ガツガツくるんで、まあ、僕のところには来させないようにします。ユニフォームかっこいいですね。楽しみだな。ちょっと体が動くか心配だけど、マジで楽しみです。彼らを今日は叩きのめしたいと思います。いや、普段なんかやっぱ遊んだりとか、一緒になんか撮影とかでボール蹴ったりとかはあるんですけど、こうやって試合とかするのはもうめちゃくちゃ久しぶりなんで、めっちゃ楽しみです。完全に優勝の時ぶりぐらい。いや、本当そうですね。もうガチなというか、まあ試合は本当そんぐらい久しぶりだし、あ、みんな仲良かったんで、あのメンバーは負けられないですよ、今日は。でもさ、結構さ、俺ら世代の人が多い。入ってこないね、今、インタビュー。そうそう。みんな俺ら世代で、1個上とか。ポジション的に、多分圭吾くんとか、まあ、翔平くんはちょっと、優しいんで、あの人は。はい。ちょっとバチバチいけないですね。圭吾くんにはちょっと、ガツガツいきたいなと思います。いや、やっぱサンフレッチェの先輩の、佐々木翔くんと塩谷司選手、そこはちょっとめちゃくちゃ強くていい選手なんで、本当に近寄らないようにしたいと思います。多分俺のこと削りに来ると思うんで。間違いない。はい、マジ逃げます。本当にあの2人のポジショニングだけちょっとしっかり見ておきます。あとはそうっすね、三田選手とかはもうめちゃくちゃ仲いいんで、いや、すごい楽しみっす。はい、今日は絶対負けません。あなたたちを今日は潰したいなと思います。待ってろよ、リゼム。コンディションは正直良くないです。YouTube とかは見てます。リゼムの3、4人かの人と
まあそんぐらいですかね。でも YouTube とか見ててみんなすごい上手いなって思うんで楽しみです。負けたね。熱い人だと思うんでしっかり指示聞いて言うこと聞きたいなと思います。コンディションはいいと思います。仕上げてきました。シゲです。どうしよう。あのプライベートの仲いいんでちょっと、はい、対戦してないです。東京の選手みんな ほとんどこの相手チームにいるんでなんか複雑な気持ちなんでちょっとそこ楽しみですね。でも一人っていうのがちょっとなんか心細いけどまあでもすごい楽しみですよ。はい、負けないように頑張りたいと思います。ちょっと森重さんのところにどんどんプレッシャーいけたらなと思います。楽しみです。ただ体動かしてなかったんでちょっと動けるか不安ですけど、普段ね J リーグでこう一緒に戦ってた選手たちと、一緒のチームでできるのは本当に、まあ、昨年も参加させてもらいましたけど本当に楽しみですし、ウィナーズの選手たちもこう動画見てましたけどすごく成長著しいというかチームとしても個人としてもすごくなんか伸びてるなって感じるのですごい楽しみですね。ラモスさんは僕が20歳ぐらいの時にレイソルのコーチに半年間いたのでその時にお世話になりましたし、こう、まあ、それ以来お会いする時あれば声をかけてくれるので、まあ、今日もすごく楽しみです。熱い人ですね。まあ僕も当時なんかその時パスの出し方とかすごくこう教えてもらったのでそういうのもあって長くできたと思いますし、もうそれまではねテレビに出てた本当に熱く最後まで戦ってその中でも技術のあるイメージでしたけど、すごくこうマシンになって接してくれてたので僕にとってはすごく、ありがたかったですね。そのレジェンドの方がそういう風に接してくれたの。硬いですね後ろの選手たちは本当にね代表経験も多いですし、まあ、でもあとはやっぱテスさん今年一緒に引退したのでまああと鍋もそうですけど、まあそういう選手たちとこういう場で最後一緒にできるのはすごく楽しみです。那須さんは本当にあのまんまですね。レイソルの時もこう、まあ、新しく来ましたけどすごくみんなと分け隔てなく接しながらいろんなポジションで本当に那須さんの対人の強さとかヘディングの強さとかっていうのを出してくれてたので、まあ、今ウィナーズの監督とかやってますけどあのままですね。あと異常によくご飯を食べるっていうのだけは驚きましたけど、そんな食べるっていうのだけはすごく驚きましたけど、まあ、本当に一緒に天皇杯優勝したり本当にいい思い出もある中で、まあ、こういうのに呼んでもらえて本当にありがたいです。よくあんなフィジカルやるなと思いますけどね、高校生とかと一緒に。ちょっと僕辞めた後あれはやりたくないなとは思いましたし、なんか海外挑戦したり本当になんか、まあ、本当にサッカー選手の YouTuber としてパイオニアですけど、こういろんなものにね前向きに取り組んでて、あのバイタリティ本当すごいなっていうのを思いますね。オフシーズン入って結構、まあ、1ヶ月弱経ったんでちょっと体が動くか心配ですけど、まあ出し切ろうと思います。個人的にウンパルンパさんが好きなあるあるみたいなこのあれは結構ね面白くて TikTok とか見てます。翔平さんは僕がサムキいた時の先輩で一緒にやってました。やっぱ相手のウィナーズの方の監督に牧野さんが入ったってところがちょっと怖いところですね。ビッグネームが多すぎてちょっと萎縮しないように頑張りたいなと思います。調子の方はですね、まあここ3日間しっかりトレーニングしてこれに向けて調整してきたんで僕は全然大丈夫かなと思ってます。この試合のために準備してきたんで大丈夫です頑張ります。あよく YouTube で見させてもらってます。うんぱるんぱ僕友達なんで、うん、削りに行きたいと思います。俺もそのまま行こうかな。ボランチだからね。ボランチだから、はい、同じポジションなんで。ウィナーズのギシ君とか結構バンバン祭見てるんで今3人います。本当ですか。ちょ写真撮ろうかな。ちょっとファンなんで。結構僕同じチームの選手いるんですよ。豊くん、健介くん、あとは学くんもグランパスいたんですごい楽しみですね。あとはどう森脇さんが盛り上げてくれるかなっていう。マスコ京都いた楽しみです。会ったことはないですね。僕も初めてです。いや楽しみです。いろんな意味で、はい、いろんな意味で頑張ります。俺もちょ怒られないように、はい、頑張ります。楽しみにしてきたんでコンディションも作ってきたんで、まあ
勝ちます。僕はあんま見なくて、なんていうかこうプロとしてのプライドみたいなものがあるんで、あんまり負けられないなと思ってます。那須さんは、まあ、一つは浦和レッズのすごい先輩ってことと、あとこの間あの隣にいる渡辺龍馬の YouTube の撮影でご一緒させてもらって、チームメイトに僕の高校の同級生 の、 その渡辺龍馬と一個下の後輩の金子拓郎が来てて、その二人とやれるのがすごい楽しみなのと、あとやっぱり相手のキーパーが周作さんなんで、うん、ちょっと点取るのは苦労するかなっていうふうに思ってます。前 J リーグジャッジリプレイに出演されてたんですよ。その時に僕のシーンが、まあ、リッツのシーンがあって、その時に僕が外したことについて、小泉が決めておけばこんなファール取り上げる場面じゃないみたいなこと言われてたんで、今日はしっかり決めたいと思います。調子は良くはないですね。あのオフ入っちゃって動けるかだけはね、まあ、そうです。怪我だけしないように気をつけたいと思います。選手といいますか、あのウンパルンパさんはあのインスタもフォローさせていただいて、あの動画面白いのでよく見てます。とにかく熱いファッションを求めてくる監督だと思うんですけど、それに応えれるようにやるだけです。佐々木翔選手は普通にマッチアップしたくないです。いや、いつも試合で、いや素晴らしい選手、なんか嫌なのやりたくないです。自分は長井選手と当たりたくないです。足が速いんでちぎられないよね。ちぎられるんでスピードで当たりたくないです。ウィナーズはいますか？ウィナーズは自分ほぼ見てるんで YouTube、あのもう YouTube 開いたら一番出てくる感じの iPad で、マティーカ選手ちょっと見てみたいです。自分は面白いんで、ジャイアント和樹選手とか秋則選手とか、チャンスがあればフリーキックで決めたいなとは思いますね。帰ってきてすぐまずテレビみたいなのが、特設にテレビしちゃったら、この人めちゃくちゃ稼いでる、稼いでる、おごってもらうよ、ほんまに。いい加減にしたら、マジで。お願いします。お願いします。試合でね、皆さんが本当に疲れの中で休みの最中で来ていただいたことが本当にありがとうございます。やっぱり皆さんの協力とか、ね、その気持ちがなかったら多分ここまで盛り上がらなかったと思う。まあみんなプライドもあるし、ね、私やっぱり来てるお客さんが多分皆さんが例えば5人でも100人だろうか、あなたたちのファンがいると思うんです。そのファンががっかりさせないで、がっかりさせないってことは何だから、ガチンと行くの。あなたたち1年間ぐらいすごい活躍してる、楽しくやるって、楽しくやるって。私いつもこういうイベントでたくさんの人たちが来ると、久しぶり皆さんがいるとかさ、すごい楽しいの。僕私も初めての人が多いけど、自分のポジションが自分の得意なポジションじゃないかもしれない。ちょっとだからさっきの話も言ったけど、楽しくやってって。で、言いたいのはせっかくの舞台でちょっと1回ぐらいね、なめたまにしてって、私もこういうことできるんだよ、おっと。今日はね、このせめてこの試合だけで、
楽しく今まで自分たちの、まあ、いろんな事情があって自分たちのチームで自分の良さを出しきれなかったのはここの舞台でちょっとみんなが楽しくやってほしいなと、キーパーも前に出させてロングボールで自分でってリベルとしてカッコつければいいんじゃん、ちょっと上げてアイパスで本当に困らせればいいじゃん、だそういう気持ちでねちょっとみんなが今日本当にやってほしいな、あとはやっぱり絶対怪我だけしないでくださいもん、楽しくやってほしい、まあワンツー使ってとかさ出して動いて、例えば15分か20分で帰るから、でもある程度20分ぐらいみんなが結構 100% できるよ、だから 100% 言ってるのは出して動いてもう一回もらって出して動いて、はい、はい、カバーリングしてもう15分あっという間だよ、それから休んでまた戻ればいいし、その次の試合また出ればいいじゃん、だからここが例えば30分持つために俺ここがちょっと抑えようかな、いや抑えなくてもいい、またもう一回戻ればいいじゃん、もっと楽しく笑顔でサポーターが楽しませろよ、あと自分で一番やっぱ楽しまないとダメだこの試合に、久しぶりです。今日会えると思って楽しみに、もういろんな選手とね、ワイワイも、いや大変怪我も多いし、でもなんですよね、足首も痛いし、イタリが足首言ってたけど、ずかんさあ、ホワイトタイガー入場します。本日の意気込みをよろしくお願いします。皆さんこんにちは、またお会いできて嬉しくて、今日全員の選手が、まあ、いいプレー見せていただくことが間違いないと信じてます。そしてもうちょっと早いかもしれないけど、皆さんにとってもちょっと早いクリスマスプレゼントもなるんじゃないかなと思ってます。今年皆さんがすごい疲れた1年だったと思いますけど、いろんな意味でスケジュールすごい新しくて、そのスケジュールの中で今日がリーグ戦で皆さんに見せなかったプレーヤーが今回が見せてくれるんじゃないかなと思っております。期待してください。今日本当にありがとうございました。まだ終わってないけどね。ありがとうございました。それでは最後に那須監督開幕宣言をお願いします。リールズジャパンオールスター2022キックオフ。30分一本勝負で、あ、ラモスさん、ありがとうございます、ね、ありがとうございますね、え笑ってますけど怖いですよ状況によりますね、はい、はい、ということで
リールズジャパンオールスター2022ファーストマッチ、ホワイトタイガーウィナーズの一戦、試合が始まりました。あれはウィナーズ前から言ってますけどね。そうですね、はい、おっと、ホワイトタイガーいきなり真ん中にボールを入れてきます。真ん中のポジションは小川選手が務めています。今ボールにプレッシャーをかけたのが小泉、そして鈴木優斗のヘディングです。左足ノツタ、この辺はお天保よりつながったチャンス、小泉手前に入れてきました、チャンスだ。うわー、惜しい惜しい惜しい、いや素晴らしい、まあ、ウィナーズに対してテンポよく動かすホワイトタイガー、ボックス入ってきました、いや折り返しました。うわー、惜しい惜しい惜しい、いいサイド高いく、おーと、ね、ファールですね。これは戻ったノツダのファールです。カードか、カードは出ないですね。出ませんね、はい、ちょっとボールサイド熱くなります。ゴールキーパーホワイトタイガー畑野が務めます。まあ、壁のですね、頭の辺狙うといいですよ。あ、そうですか。はい、シゲと慶吾、うん、どっちですかね。ちょっと正面ですからね、右も左もちょっと角度ないですからね、慶吾狙った、枠決まった。さあ小さなパス福森もらってワンタッチ、ここにプレッシャーをかけましたが、いいプレッシャーですけどね。うまい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 、オッケーオッケーオッケー。で、うん、高のところも収まらない、うん、梅崎くさび、お判定した、金子が抜けます。我慢ですよ。そうですね、ドイツ戦もスペイン戦も前半我慢ですからつなぎができないぐらいプレッシャー、これですもんね。いいですよ、うまく上がした茂雄と、プレッシャーをかけます鈴木優斗、小泉入れた、うんと流れます。さあ梅崎、もうちょっと抜いて逆サイド、よしよしよし、 OK OK OK、知りませんけど、センターバックは左に高橋、右に岩波が入ってます。さあこれはちょっと危ないですよ、福森危ないですよ、手前狙ってきました、逆サイド止めて、金子はキープ、戻します、鈴木、そして大谷、小泉がここ、あ、大谷はまだできますねこれね、はい、もったいないですね、やめるのね。ヒーラー、おおしゃれなタッチ、おしゃれな、ああ切り替えも早い、梅崎、おおおお、高戻りました、オッケーオッケーオッケー、ウィーナイスナイスナイス、サンクサンクサンク、そうゆっくりここでゆっくり休んで、ゆっくり休んで、そうそうそう、ゆっくり休んで、そう、まあ、あのぐらいね、はい、セッションしちゃうのはやっぱさすがですね。まあまあそうですね、同じはかけるんでしょうね。おお、チャンスですよ、これ簡単、さあいいよ、高野シーンよく見て、旗が打ってきました、いやー、前線から今小川が下がってきました。さあ今度は野津田がここ、福森は小さく横にボールをつけます。さあ大谷預けて、大谷が来た、外にボールをつけます、いやワンタッチ、
野津田のワンタッチなんとか引っ掛けます。あとはまあ今ここに入れたのは大谷選手ですが、やっぱ配球うまいですね、はい、このボールは流れました。よしよしよ、上、オッケーオッケー、ゆっくりだ、ナイスナイスナイス、狙いが悪くない、ワック。ここに梅崎、中から左に小泉が出ていきます。梅ちゃん よく動きますね。小泉も外して切り返した。小泉入れた、低い球、いやーその速いボールじゃないよ、あれ速いボールじゃない、下に合わせろ合わせろって奪って梅崎、どこどこでやるの、バックスが最後の残れ残れ一人は一人は残れ一人まだ次ある、まだまだいけるんですよ、まだまだ、お前、やばいことやってたよ、いや、ちょっと雰囲気が真剣だなっていう、真剣そのままの雰囲気だったんで、逆になんか、おちゃらけられなかったっていうか、はい、いいプレッシャーもかかってたし、はい、フィードの質がすごい高いなと思いましたね。あとシュートいったシーンもうまかったと思います。フォワードのあの大志君、高君足速いですね、いい選手っすよ、キックで、もうでも楽しかったです、はい、ありがとうございます。いやきついっす楽しかったっす、いやリズムのメンバーと何よりサッカーできてすごい楽しかったし、いい選手っすね、やられちゃった後ろから思いっきり止めちゃいましたいやマジで楽しかったっす、本当に勝ちたかったっすけど、はい、これも間に入れます、いい間スルーから落とし、くさび見事だね、ポストに入った小川、ここに福森、深いところ取る、福森はおお狙いました、みんなちゃんとやっぱりポジション取ってるし、いいの持ってる、後ろからビルドアップしようともするんで、なんかやろうとするのはすごい見えます。あとは多分やっぱこういうの場で若干場に飲まれてる感じあるかなと思いましたね。でもやっぱ高君一発ありますよ、やっぱ中盤の選手たちは多分最初のプレッシャーであんまりなんかやっぱ思い切って前向けなくなってたから、前向ければもっと多分良さ出ると思いますけど、小泉の右に大が真ん中、金森、小泉が反応した、よく動くね、アウトにかけて真ん中入れました、シュートを狙った、今日絶好、いやラスト入ったからじゃないの、あまだか、ナイスボーナスボーナス、スイートめっちゃうまいですね、いやー、みんな楽しそうで面白い。あとゴーフォー、あとゴーフォー。走ろう、走ろう、走ろう。からホワイトタイガーは渡辺龍馬選手も入ってます。これ渡辺ですね。渡辺龍馬が、ああくるっと反転、うまさを見せます。渡辺龍馬が来た。小泉、渡辺は高校一緒、真ん中落としたチャンスの左足浮き球、ヘディングとウィナーズ助かりました。金森頭をかけ、答え答え答え、もう答え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 、入って入って、うまいうまいうまい、いやー、いやいやチェンジ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 いや決めてくれよ今の、もうアザスがついてってプレッシャーをかけます。それを剥がして渡辺龍馬、もうしょうがないですよ、ここ使われるのはね、前から1点ですから。金森、トリッキーなドリブルがあります。
打てるか打てるか、ヒール後ろから来た、右足で狙いました。よし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 、8番の川崎、うわ京都期待の、おお右足狙ってきました、小川幸喜普通に外したし今こぼれ球に見せました。強いも死んでたし、ちょっとライショットで終わろう、ショットで終わろう、ショットで終わろう、ショットで終わろう。狭いとこセッションして入っていきます、ホワイトタイガー、福岡が真ん中に入れます。おっと、うわあかん、今のターンなんて見事ですよ、あんな狭いとこでね。はい、うわっと、おうちょっとずれました。おっしゃと、今日は得点を決められたというところで、得点を決めた瞬間どんなお気持ちでしたか？そうですね、あの 0-0 だとちょっとまずいなと思ってたんで、まあ、決められてホッとしてます。ありがとうございます。畑野選手は無失点ということで、何本かシュートありましたけどいかがでしたか？いや、全部のシュートが鋭かったんでちょっと大変でしたけど、はい、防げてよかったです。ありがとうございます。ちなみにお二方、このオールスターの出演の依頼があったとき、どのようなお気持ちでしたか？去年も同じようなことをやっていたのは知っていたんですけど、去年は出られなかったので、今年は誘っていただいて、すぐ返事をして出ることを決めました。ありがとうございます。畑野選手は？僕もそうですね、すぐに行きますと言って、まあ、開催する場所が味の素スタジアムで、FC 東京のホームスタジアムがあるので、はいはい、すごい楽しみにしてました。ありがとうございます。じゃあ最後に次の試合に向けてお一言ずつ。一勝できたので、次勝てば優勝だと思うんで、勝って終わりたいと思います。次はあの僕も点取れるように頑張りたいなと思うので、はい、頑張ってください。しっかり準備します。はい、勝ちました勝ちました、勝ち点3。ありがとうございます。稼ぎすぎや、何だよ。大好きや、やったやった。サードマッチです。ウォーミングアップのスタートとなります。両チームの選手に大きな拍手をお送りください。ポイントを実況解説席の下田さん。そうですね、それ粘り強く戦えたし、チャンス、ジャパンオールスター2022サードマッチ、ホワイトタイガーバイオレットドラゴンの対戦であります。これで左またちょっと動かしておいて、佐々木が中を見ました。外抜けます、大津の低いクロス、いいね、いいよ、ナイスクリア、もっと盛り上げて、もっと、グランドで指示出してたんですけど、まあ、僕は今解説してます。本田圭佑です。でも右利きなんでしょ。チャンス。おっとこぼれた、あっともう一回打ちました。これはオフサイドの旗が上がりました。点入っちゃいましたよ。俺がラインズマンやろうかな。リアルリアル、あさあ、ありがとうございます。まあ、無理してちょっとチャレンジはしてないですよ。入ったチャンス、お左から、お長谷川が抜ける、粘る、ワンタッチ前、右足で狙った、ナイスゴール。
場所はちょっと埋められてます。おっとチャンス、左から抜けて金森のと、おっと鈴木が残して打ってきました。ナイスキーパー、見事で、これはホワイトタイガーチャンスの形になります。おお、理解さきたかった、渡辺龍馬です。追いつきます。よっしゃ、バムエブラボいいね、アキナイスアキ、余計なことすなよ、余計なことすなよ、シンプルシンプル、浮かせて大谷のパスです。金森が残します。これで、お、川崎が出して、さあ鈴木が来て流し込んだ、あとよく戻った吉田豊かね、はい、ただよく戻ってきましたね。本当に早いですね、早いですね、はい、大丈夫ですか、監督の指示ですかね。おっと、戻れ戻れ戻れ、攻めに転じられるか、バイオレットドラゴン松井大輔。おっと大丈夫ですか、これ、ゴール空いてる、林戻らなくて大丈夫ですか、ま、これ まだ林は真ん中、ね、ちょっと遅れた、さあ松井がキープ。この間に林が入れた、落としが来た、引っ掛けて、これで8番の川崎選手が小さく下げます。おっと引っ掛かった、オーツヒール、長谷川のこれは1回戻しをもらって、あー逆サイドを見ていた、おっと、これは冷静に、でもゴールキーパーちょっと怒ってますよ、はいはい、林さん声聞こえないよ、林さん、クロスに来た、うん、これはゴールキーパー林が出ました、いい判断ですね、分かる帰るよ、分かる帰るよ、分かる帰るよ、行こうよ、ここからシュート20本だよ、シュート20本、おーっと、渡辺龍馬が踏み込んできた、渡辺龍馬だ、手を挙げました、しました、また渡辺龍馬です。ありがとう、いやいやいや、いいできるって楽しいっすね、楽しいっす、こんなベテランの選手とやることないんで、あの監督がいないんでプレッシャーがなくて楽しいっす、楽しいっすね、楽しさができました、はい、楽しくないみたいな、足しました、足しも結果のことでよかったっす、はい、左足は三田選手の大きな武器であります。さあ、 フェイクから背後に出した、野津田が出てきた、マイナス気味、スルーしてワンタッチ、小泉ブラボー、ブラボー、楽しかったっすね、2試合とも、でも、ちょっともうちょっとなんかできたらよかったっすね、いや、来年に、来年にできればなと思います。ルンパルンパ選手、やっぱり友達としてだったんですけど、しっかりなんかさばいてやってたんで、いいじゃん、いいじゃん、楽しんであの、ウィナーズの目標があると思うんで、それを頑張ってほしいなと思いました。きつかったですね。よかったです、天気見れて。負けてたから、ちょっとちゃんと打ちました。コンディションとかそんなに良くないですけど、無事を終えることができました。勝った。ウィナーズで知り合いの人、リゼムの選手とかいるんですけど、やっぱその選手と久しぶりに一緒のピッチの上に立ててよかったです。おお、いい出方。後ろから金子も来た。前に金丸、おっと来たか。前向いた。踏み込んで、ずらして。後ろに残しました。これ金子の左足。反転した。これで金子が踏み込む。おお、チャンス。金子浮き球にしました。横に入れます。さあ、長谷川。吉田上がってきた、
いいよー。おい、決めたー。おい、スコトくんー。おー、ボール渡すことないで、今こういうことになったもったいないよ。林、そこで出ろってな、林。お前何してるの。あそこ得失点ないんだもん。最初から1本出れば問題ないのにさ、何してんの。当たり前、出ろって。ボールうまい、ボールうまい。で、おお、チョンテセ。今テスやの選手で、あのキープで箸出てるのに、なんでロックできないの。信じられない、そういうの。手についてます。おーっとー、ゴール空いてる。あー、繋がってれば面白かったのに。あー、これです。全然最初からできたくせに何がビビるんだろう。ふざけんじゃん、絶対できると思って。試合終わってホワイトタイガーはあとちょっとで勝てそうなゲームでしたが、まあ、最後追いつかれて引き分け。こちら牧比嘉、ちょっと分かんないですね、どっちがどっちだかね。いやいや、はい、クリアされたボールがいいとこ来ましたからね。どっちでしょうか。最後俺たちどっちでしょうか。一つだけ自分で自信持って努力することで絶対、はい、代表も若い選手もね、代表目指してね、やってほしいし、ぜひ頑張ってください。今日本当に、短い時間だけど、すごくこの1年間で私にとって最高の1日でした。ありがとうございました。ありがとうございました。また連絡します。ありがとうございました。ありがとうございました。飲みに行きますって。どうですか。いいんだよ、こんなん。林、お前帰れ。あとみんなに麻布十番いるから、六本木にいるんだよ。林、はい、後で会いましょう。新宿だね。ありがとうございました。